タイマシがいるぞ。しっかりしてください。首のない、くし、亡くなりました。首のない騎士のゴン。うわぁ！大魔士を襲ったのはゴーマか。また暴動が起こっておるのかい？黒金、ダイル！お前たちはモアナと王子を守れ！表記！好きにさせ！生きれるか！ダメなら終わるぞ。油断しないで。暴動の大したことなかったわね。聖領は囚人たちの制圧に失敗したのか。おかしいな。かなりの孤独が行われたのかもしれん。孤独？ゴーマ同士を喰らい合わせることでより強力なゴーマ、囚人ゴーマが食い合って大魔士もかな。暴動が起こったからですね。誰かさんのせいでの。何があったかは問題じゃない。ここ死んだ大魔士は首のない騎士のゴーマって言ってたよ。そいつが元凶かもな。なら探し出してぶっ潰そう。島を制圧するまでこの広間を拠点にする。王子とモアナはあんたたちに任せるわ。侵入する敵はすべて排除して。わかった。あんまり期待しないでくれよ。モアナ、何かあったら私を呼んで。必ずあなたを守りに戻るから。うん、エレノアも気をつけてね。行くわよ。島全体に汚れが広がっているな。よほど強い汚れを発するゴーマがおるようじゃのう。
刀の錆にしてやるぜ。そこだ、くらえ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 、この距離なら外しません。ゼロの方、吐く。縁が潮流脚、魔王縁が潮流脚、草原脚、方角縁が潮流脚、捕らえられない。来い、ケメバリ、三の方、草原脚、方角縁、逃しはしない。インフェルブルー、魔王縁が潮流脚、よし、そこだ、切り裂く、草原脚、容赦しない、消えない傷を刻んで果てろ、リーザルピン、そこだ、食らい尽くす、描き込む草原脚、そこだ、食らい尽くす、草原脚、方角旬、逃しはしない、インフェルノブルー、容赦しない、消えない傷を刻んで果てろ、リーザルピン、そこだ、食らい尽くす、そこだ、くらい尽くす、方角縁が潮流脚、そこだ、くらい尽くす、地面、方角縁、地面、逃しはしない、インフェルノブルー、そこだ、くらい尽くす、方角縁、縁が潮流脚、そこだ、くらい尽くす、方角縁、逃しはしない、インフェルノブルー、そこだ、くらい尽くす、この距離なら外しません。ゼロの方、吐く、芝居だ、草原脚、方角旬、着地面、誰も着地面、天に届け、せーの、なんてこと、草原脚、その程度で、ケメバ、次は草原脚、短いリーチは踏み込みで埋める。早々に肩をつける。そこだ、大したことなかったわね。
また会った。なあ、忙しい。ちょっと、なんでする？できればお会いしたくなかったっす。お客さんに会うとは。ベルベットに無理難題を強いられているので。おお、大魔師様。別に強いてない。ただこいつが割増料金。それは2不当な販売法は声量が厳しい。行く。とんでもないっす。ホワイト亀屋は25時間、いつでもどこでも通常価格でお買い上げ。助かるわ、エレノア。お客様の縁行商は大変でしょうが。
早々に肩をつける。そこだ。肩で耐えろ。三本で耐えられない。天に飛ぶ。そこだ。ナイス。楽な戦いばかりじゃ。マギル、暴動の原因が誰か。なんだ。大きな暴動が起こったとは聞きましたが、あなた。それほどの事件でもないわい。ベルベットもわしも脱獄するためにベルベットが囚人で囚人たちを利用したのですか。そうよ。あ、暴動はどうなったの。最後まで見届けたわけじゃないが、鎮圧さはずなんだが、なぜか大魔士たちは。オスカーは報告のために帰還しましたが、撤退したのでなければ。首のない木。やれやれ、自業自得因果を。あと、早々に肩をつける。どこに行けばいい。そこだ。そこだ。切り裂く。そこだ。切り裂く。話にならないわね。首なしの騎士。こいつが孤独の親玉か。なるほど、凶暴そうだ。なーに、ベル。こいつ、どこから声を出してるの。中を覗いてみろ。とどめ、引き出せよ。ゼロインパクト。衝撃者発動。よし、これで一件落着だな。そうね。また感じた。まだ汚れが。うんうん、地脈点だよ。この島にも。俺も感じる。多分。ここは監獄島で一番厳重に閉ざされた特別。うん、ここが地脈点に作られた特。そう、そいつは
毎日放り込まれるゴーマを苦し、島に何百といるゴーマや悪党の発する汚れを、カノヌシ。ある日、からくりを知る女精霊が現れ、結界を解いクーマは、その精霊すら容赦。私は手に入れた。音。ベルベットが。監獄島は、囚人の出す汚れをクーマに。だが、ベルベットが脱走したせいで、汚れが溢れた。全部、あんたが讃える同志様がやったことだ。カノヌシの力を手に入れるために。きっと、何か、お考えが。どんな世界の痛みを止める。ふざけるな。あの子の痛みは誰が止めるんだ。あの子の絶望は誰が癒すんだ。世界のためなら、ラフィーは、私の弟は殺されて当然だって言うのか。とにかく、これでクーマを一ベルベット。なんじゃ、怒鳴られて幻聴が聞こえるようになってしまったのかい。嫌な感じがします。モアナに何かあったのかも。でも、もう首なしの騎士。でも気になります。お願いです。ベルベットがクーマじゃったとはな。それより、ベルベットが叫んだこと、ライフセット。ベルベットが、僕も初めて聞いた。もし事実なら、アルトリウス様の先訓を知って。気になるなら聞いてみればいいだろう。ベルベット、お前とアルトリ…ちょ、虫。いいわ、アルトリウスは死んだ私の10年以上一緒に。やはりそういう関係じゃ。アルトリウスは弟を生贄に、妹。そんな、自分の家族を。関係ないのよ。家族なんて、あいつの子の問題。子よりも善。理想の。おしゃべりは終わり。汚れを喰らうクーマ。溢れた汚れ、強い汚れは発した人間が。それが汚れを喰らったから、あいつが殺したゴーマは人間の姿に戻ったんだな。おかげでアンデッドとかにならずに済んだってこと。とはいえ、死体として救われてもの。汚れだけを喰らって無理だな。汚れには相乗国周辺地域の小さな汚れを吸い込んでゴーマのハスだが、一度ゴーマ化するほど膨れ上がった汚れは。そう、発生源を絶たなきゃ。クイ、それが私の力よ。ごめん。別にいいわ、アルトリウスへの憎しみを忘れず。地脈点から離れた以上、食らった汚れもお主の力になるんじゃろう。ええ、に。
強い汚れを出して、こいつが孤独で生まれた。ピーンと納得じゃ。死んだ大魔師は首なし騎士のゴーマではなく、何でもいい、全部倒して。何をしてるのか。あの鳴き声を、それも自分で確かめろ。とどめ、キララキよ。ゼロインパクト、誰も全撃力超撃キャンダーがついて、いきなりだ。超撃キャスに三角がついて、容赦しない。消えない傷を刻んで吐けろ。リーサルペイン、ここだ。やめてくれ。超撃キャス、とどめ、キララキよ。ゼロインパクト、全撃超撃。全撃総撃客、容赦しない。消えない傷を刻んで吐けろ。リーサルペイン、容赦しない。消えない傷を刻んで吐けろ。リーサルペイン、そこだ。食らい尽くせ。闘志、そこだ。キララケよ、ゼロインパクト。総撃客、総撃客、総撃客、容赦しない。消えない傷を刻んで吐けろ。リーサルペイン、そこだ。食らい尽くせ。キララケよ、ゼロインパクト、そこだ。食らい尽くせ。さすが孤独だ。さっきの首なし鎧。首なし鎧？お前のことじゃない。モアナ！離宮にいたゴーマ。いや、汚れを吸い込みよったぞ。いや、その鷹は私の唯…タバさんが近いうちに必ずと言ったのは。殿下、なぜあなたが。だから言った通りさ、ブリフォンは子供の子、クーマになってしまってもこいつは私の。クーマと知って逃がしたんだな。何を企んだ。何も。
さすがは未来の国王第一王子殿下。わがままか。王子とは人ではなく皇帝だ。自分のことより国と例えば法律の勉強中に背中を書くよ。普通に私がそうすると不育が国のための勉学よりかゆいという個人の感情を優先さ、そんな私にとってこいつが空を飛ぶ姿を見て、だがこいつがカノヌシの力に、星稜がクーマを作ってることをミッドガント王家も知っているのね。もちろんだ。王国は同志アルトリウスの断りと意思を全面的に支持している。だが私はこいつが閉じ込められ空を奪われることだけは許せなかった。どうしても私は警備の対魔師を欺き結界を解除させた。その時だから対魔師一人の問題ではあるまい。クーマを剥がせば王都の汚れも増大。全友としてグリフォンを殿下、世界より鳥はなぜ空を。それはある解剖学の本には、骨が軽くて翼を動かす筋肉にすごい力が。いや、飛べない鳥は。事情は分かった。この島の中でなら自由にして。ただし逃げようとしたら殺す。いいだろう。星稜に対する人質としても使えるしな。承知した。グリフォンともどもよろしく頼む。話はついたな。じゃあアジト作りと行くか。ねえベルベット、えれ、あんたと遊んでたんじゃないの？うん、でもいつの間にかいなくなっ。お願い探して。なんだ。わかったわ。
こんなところにいたのね。モアナが心配してたわよ。わざわざ探しに来てくれたんですか。泣く子には勝てなくてね。そうですね。クーマだけど、モアナは小さな女の子です。
あなたたちと旅をして、恐ろしいゴーマも、クーマも。私は何も知らなかった。教えられたことを、ただ信じていただけで。ゴーマ病の真実も、聖霊が何をしているかも、何一つ。知らない方が幸せってこともあるわ。それは、大魔神にとって卑怯な道です。何も知らず、だから責任も取れない。私は、そんな生き方は。もう少し、ここで頭を冷やします。モアナには大丈夫だと伝えてください。ほどほどにね。海風は冷えるわよ。ありがとう。違う。あんたが倒れでもしたら、モアナやライフセットが心配するからよ。
お話があります。今まで隠していましたが、私はアルトリウス様の特命を受けたスパイでした。精霊ライフィセットを保護し、精霊本部に回収せよ。味方の命を奪うことすら許された最重要の特命です。僕を回収。ごめんなさい。最初はあなたを油断させて連れ出すつもりでした。ですが、もう聖霊の命に従うつもりはありません。アルトリウスを裏切るってわけ？いいえ、アルトリウス様が目指す世界も、その志も、人の世をおもんばかってのことと信じます。でも、その方法を信じられない自分がいるのです。ですから、クーマの保護に協力します。私自身の答えを見つけるまで。エレノア、私は本当のことを知りたいんです。自分に恥じない生き方をするために。思いっきり感情論だな。それがお前の流儀か。ようこそ悪党の世界へ。一緒にしないでください。感情で納得できないのに行動することこそ断りに反するんです。ほんと面倒なやつ。面倒でもいないと困るでしょ。うん、エレノアは僕の器だからね。はいはい。さて、俺たちは次のクーマを探そうぜ。と、行きたいところだが、手がかり…
ありがないな。エレノアが星稜からクーマの情報を盗んでくるというのはどうじゃ。それは無駄だ。裏切り者に機密を漏らすほど星稜は間抜けじゃない。そうね、ライフセットを聞けというか、エレノアにスパイなんて無理でしょ。否定はしませんが、昨日言った一番地下の特別看護行ってみよう。試してみたいことがあるんだ。わかったわ。どうするの？地脈は大…そうだ。カノヌシは地脈を利用して汚れを喰らい、覚醒しようとしている。お前は地脈を感じる力に長けているようだ。ある程度近づけば、地脈点の位置を…近づかなくても感じたんだ。昨日ここに、ずっと先にも、ここと同じ場所が…地脈を通じて離れた地脈点、多分どこまでやれるか、クーマがいるかどうかはわからないけど、それでも重要な手がかりよ。お願い。うん。どう？はっきり感じた。地脈点は何十個もあるけど、特に大きいのを
大きさまで感じ取れるのか。うん、この島の地脈点も他より多分虫がいたワーグジュリンとだとすると、大きな地脈点のどれかにクーマがいる確率が高いわね。残るクーマは3体、数が絞り込めれば総当たりもできますね。だな、お手柄だぞライフセット。いやはや大したもんじゃわ。やはり棒はただものではなさすぎるの。そんなことないや。善は急げです。クーマ探しのわしらは全然善じゃないがな。また折れたか、未熟。刀が弱いんじゃなくて、あんたがバカみたいに。いや、俺を切れないようでは話にならん。オリハルコンを試したいが、さすがに。オリハルコンって、この世太古の遺跡でごく稀に発掘されるレアメタルだ。俺も欠片は見たことがあるが。いや、200年ほど前ある古代遺跡でだが、運んでいた船が地の底から海の沈没船か。海の底の財宝とか場所が分かれば引き上げられ、船乗りも全員沈んだ。場所も知るものはない。そりゃそうだ、ないものねだり。ダイル、ダイルのくせとはな。ダイルのくせに怒ってる。その使い方はおかしいだろう、モアナ。モアナのくせに。さて、目的はタイタニアから近い順。近い順。わかった。うん、